ゆるくまったりまるまるします、略してゆるます。プロデューサーの皆様お疲れ様です。 AP 里穂乃です。ゆるますとは AP 里穂乃がやりたいことをゆるすとした雰囲気でお届けする番組です。さて、3月16日にアイドルマスターシンデレラガールズスターライトマスターロックオン03かぼちゃ姫が発売されました。まあね、この楽曲は可愛くもあり、ちょっとホラーの展開もあるのかなーという感じの楽曲になっているんですけれども、まあ、今回はそのタイトルにあやかって、ゆるくまったりかぼちゃ料理に挑戦してみたいと思いまーす。わーい。ジャケットとか MV で、白坂神戸さんたちがぐるぐるかき混ぜているシチューを作っていこうと思うわけですけれども、私はシチューは気合を入れないと作らない料理なので、今回は企画で頑張って料理していきたいと思いますので、皆様温かく見守ってください。ということで、この動画が緩くていいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、作っていきます。まずは材料です。クリームシチューのルー、鶏もも肉、ブロッコリー、かぼちゃ、牛乳、あと煮込むようにお水も使ってます。里穂乃は好き嫌いが多いので、嫌いなものは省いて用意しました。では作っていきたいと思います。かぼちゃをチンしていきます。はい、このままだとめちゃくちゃ硬くって包丁が通ったもんじゃないので、レンジで柔らかくなるかなってくらいまで様子見ながら温めてきます。ブロッコリー切ります。続いてはお肉。私は鶏皮が好きじゃないので、取り除くのと、大きいものは一口サイズにカットしていきます。今回はお料理中の小話って感じなんですけれども、里ほどは熱いものが本当に持てなくって、熱いものを食べられないくらい、なんかありとあらゆる皮膚が薄いんですけど、チンした後のかぼちゃ、お皿はそこまで熱くなくって、おこれならいけるやろって思って、いざこうかぼちゃを縦にして包丁で切るぞってこう押さえ込んだ時に、熱ってなりましたね。皆さんは、やけどをしないように気をつけてくださいね。かぼちゃやっぱ皮が厚くって、パッて触っただけじゃ熱が伝わりにくいと思うんですけど、もしね、この動画を見て、あ、私も作ってみようかな、僕も作ってみようかなと思われた方は、暑さにだけは気をつけて、怪我のないよう調理をしてください。お肉を炒めていきます。お水を入れていきます。ルー入れます。牛乳入れます。切っておいたブロッコリー入れます。さっきくり抜いた中身のかぼちゃを入れていきます。材料が全部入れ終わったので、いい感じになるまで煮込んでいきます。
匂い。ではかぼちゃをそのまんま器にしても可愛くないので、せっかくなのでね、顔をつけていきたいと思います。普段お家で料理されるとき、かぼちゃのお料理作ることありますか？里ほど的にはやっぱり料理に到達するまでがちょっと大変なのがネックなのでかぼちゃに対してネックとかどうとかってあるかわかんないですけど、そのやっぱ柔らかくした上で調理を始めないといけないじゃないですか。ってなると、狭い、私の今住んでるお家キッチンがものすごく狭いんですけど、狭いキッチンでこんな大きさのあるかぼちゃを調理するってなると、かなり気合を入れないと意欲が湧いてこないので、あんまり作らないんですよね。でも作るとしたら、かぼちゃスープが一番かぼちゃ料理の中で好きなので、かぼちゃスープ簡単ですし結構作ったりしますね。皆さんもなんか好きなかぼちゃ料理とか、あ、嘘つきました。かぼちゃスープが一番だと言ってしまったのですが、本当は里ほのはかぼちゃコロッケが一番好きでした。本当に大変申し訳ございませんでした。こちら訂正させていただきます。アイドルマスターチャンネル、ということでかぼちゃシチュー完成しました。わーい。ではどうでしょう、結構顔も可愛く惚れたんじゃないかなと思います。顔はね、あのかぼちゃ姫の 2D リッチの MV に出てくる王子様、かぼちゃの王子様の顔っぽくしました。私の記憶の中なんで、ちょっと間違ってたらごめんなさい。ということで、せっかく作ったので、実食したいと思います。今はね、もうすっごいシューとかぼちゃのいい香りがするので、早く食べたいと思います。では、いただきます。かぼちゃを入れたシチューを作ったことがないので、熱いかな。あ、やばい、頑張れ。いただきます。下なんでね、ちょっと待ってくださいね。うん、チューの中にかぼちゃって全然入れたこともなかったし、入れるっていう考えもなかったんですけど、味はそこまでこう、めっちゃかぼちゃってこう、まあ量もあるかもしれないですけど、主張してないけど、めっちゃね、香りがとにかくいいです。そして、チューをあんまりルーを使って作らないので、今日、味もしないまま実食してるので、味大丈夫かなって思ったんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。これは、太鼓判。わかんない。太鼓判ってなんだろう。これはきっと星たくさんもらえるんじゃないかなと思います。ということで、改めまして、3月16日に発売されたアイドルマスターシンデレラガールズスターライトマスターロックオン03のかぼちゃ姫。こちら、かぼちゃがこんなことになっちゃうんじゃないのみたいな感じのも 2D リッチの MV で見られますし、楽曲もとっても可愛いんですけど、
ちょっとホラーなところとかもとっても魅力的なので、ぜひ気になった方は聞いてみてください。さて、今回はゆるーくまったり、かぼちゃ姫にちなんでパンプキンシチューを作ってみました。皆さんのご感想などもぜひぜひお聞かせください。さて、ゆるますでは、私 AP 里ほのに、こんなの作ってほしい、書いてほしい、こんなことをやってほしいなどなど、ゆるーくやってほしいことを大募集中でございます。概要欄にある常設のメッセージフォームのリンクからどしどし送ってください。そして番組の感想や私へのメッセージなども受け付けておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回のゆるますでお会いしましょう。本日もお疲れ様でした。